ネイビーのバイス、ADM、ジョセフ・ミロイは、ワシントンで開催された国防関係者を集めたカンファレンスで講演を行い、予算上の理由で FA18 に代わる戦闘攻撃機の無人版となるウクラス、ウンマンネット、キャリア・ランチェド、エアー・ボーン、サールベイアンス、アンド・ストライキの開発計画を中止したことを明らかにした。ウクラスとしては、すでに、 セミオートパイロット機能を搭載したこの種の UAV としては、最先端のものとなるノールスロップ、グルマン X47B を使って、実際の航空母艦を使用した洋上離着陸試験が行われていたが、X47B の開発計画は廃棄となり、代わって、要件と仕様に変更を加えた新しい機体、MQ-25 スティングレイが開発されることとなる予定。 バイス・ ADM ・ジョセフ・ミロイは、MQ-25 の要件については、ステルス要件を軽減したものになるだろうとしている。US ・ネイビーは、X47B をベースに、本格的な無人戦闘攻撃機を開発することで、危険性の高い一部のミッションを無人戦闘攻撃機で置き換えることを計画していた。しかし、 この要件のもとで開発が進められた X47B は空母への離着陸試験で手こずるなど無人機を自動制御で空母に離着陸させることは技術的には非常に難しいことが実験結果から判明していた。